はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは、まさこちことまさこちです。はる、みなさんこんにちは、はるかこちです。今回第2弾、はい、あのバキの技シール、はい、前回はもうベンダムチ打ち、これはまあ結構まあいい感じで、はい、あったんですけど、今回はまあワンインチパンチ寸形、要はあの角田さんが、あの角田さんって言うんですか、 K1 だと、いっぱいこうなんていうの、瓦割り、瓦割り積んでる、はいはいはい、普通ダイッてバイッと割る、この全然1センチぐらいのところからバンっつってバーって、ワンインチパンチ、要は遠くからバンってやってやるんじゃなくて、すごい近い距離から効かす、まあ、どういったものかっていうのはあの説明のところに今あって文章です。じゃあやっていきましょう、はい、やり方を言うと、実際に力で押すんじゃなくて、これも脱力、体を蹴る力と、なんだろう、念で念を使ってこっから上がってきたエネルギーを伝えて飛ばすっていう、普通は押すと、もうこれ手で押してる、だけどワンインチパンチになると表面じゃなくて貫通していくんです。でこれってバーンって力じゃなくて、要は重さを抜きでトンキに伝えるわけ。コツはジークンドーの先生でも何でもないんだからはっきり言ってね、あのなんで俺コツはとか言ってるんだろうこんな感じだろうということで、はい、普通に押すと手の力、今重心として左足、右足、手、この3つで今僕は体を支えながら力を与えている。で今僕が押しているのはこの力、筋肉の力。右足を浮かしたらどうなる？そう、全部こうなるよね、はい、で今トモキがここにいるってことは、この力が全部どこに行く？トモキに行く。それを使うわけ。あ、そういうことね。この寸でいけるわけ。ベンダーもさ、ベンダーもパッてムチってしなるようにやるんだけど、こっからでも腰のひねりと抜きでいけるわけ、はい、今ブンブンしてる。じゃあまず手で押してみよう。この力ですか？そう、そうそうそう、まあまあやっぱり力はあるというか芯があるから、まあ押せます。まあ一回体力、はい、のしたままです、はい、脱力しといて、はい、この気をちゃんと覚えておいて、流れをこういう仕組み、仕組みを、はい、それで右足を浮かして、はい、俺に寄りかかるような状態を作る、はい、それを作って、はい、そういうことです。おー、そういうことです。イメージはここで終わりじゃなくて、ここから俺の後ろにブンってエネルギーが抜けていくところまで飛ばす。あ、わかりました。エネルギーを拳がポンって自分から離れて押し続ける、拳だけです、ね、ロケットパンチだよね、うん、おお。飛ばされた。全然違うの分かる。だって力入れてる割には反発が全然、まさかって跳ね返されたんですもん。そういうこと、そういうこと、そういうこと、うまい。ぶれない。初めて。初めてと。初めてでした。まあ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 。ぐわって、この表面的にくる。ワンインチパンチ。もう怖い、もう怖い。うわ。ちょっと、はるこっち、耐えていいんですよね。耐えた方がでも食らうけど、でも耐えてる。あ、そういうことね。ごめん、はい、それでいいです。いけ。すごい、やばく
ふざけてやらない、うん、あの危険ですから我々はこれを卓球にしようって言ってる。そう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 、このね、ワンインチパンチをじゃあ卓球に置き換えたら何か、ミマパンチのバックハンドバージョン、まあ、もしかしたらミマパンチってあれちょっとワンインチパンチのあかもしれない、習得したい。ワンインチバックパンチ、略して OBP、 OBP脱力寸形、ワンイチバックパンチ OBP。 OBP ほとんどモーションなし、ほとんどモーション、やばいね。そっちから入ってるの？入ってない。マジこれ入ってないです。やばいやばい、すごい。念は？念はちゃんと入れてる？これみたいにやってたら入るの。それみたいに。素晴らしい。やばい。ああ。全然手応えない。ない。力抜きすぎてる。これすごい。はい、ということでどうですか、ワンインチパンチ。やばいっす。ワンインチパンチ寸形 OBP ワンインチバックパンチ、これもフォアとか、はい、バックとか、まあ、なんか突きのぶち切りとか、うん、使える、何でもあのフリックとか、うん、ね、大丈夫バックとか何でも、何でも使えちゃう。ちょっと怖いね。怖い、未知の世界です。どうですか、なんかね、ハルコちゃん楽しいって言ったじゃん。楽しかった。だから、多分今まで練習してきて一生懸命やってきたと思うけど、はい、感覚として味わったことない新世界。ないです。すごい。そしてこれトムキは何がですか感想や。あの、僕、これをすごい上手くなりたくてやって上手くなってきてるんで、そう、これの感覚がつかめれば、これも簡単なんで、まあ、これも練習してみてください。検証大成功でよろしいでしょうか。大成功です。イエーイ。連打に続き、はい、ワンインチパンチ OBB ワンインチパンチ使えると、これまずこっちまた技増えてくる。そうです、だからもっともっと、もうどんどんヤチ君の動画見まくってバキ見まくって格闘技見まくって、はいはい、どんどん取り入れていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、ワンインチパンチでした。でした。バイバイ。バイバイ。Thank you.